あ、皆さんこんにちは。今日はですね、本屋さんに来ております。いや、これやばい。うわ、これ何や、このありがとうを言えなくて野村克也、これやばいな。見ます、これありがとうを言えなくて野村克也さんです。これは貝ですね。おお、これや、頭に来てもアホとは戦うなです。やばいな、これ。ちょっとこの二冊貝ですね。あ、やばいね、それ写真、それやばいね。幕末、やばい本見つけました。これなんと幕末です。やーべー、坂本さんですか、これ。これ坂本さんでしょ、坂本さん。あ、そうですね、はいはい、これ坂本さんです。やばい、いやー、ちょっと待って、本を帰って、名古屋が生んだ名企業、なんだこれ。これやばいぞ。名古屋が生んだ名企業。これやばいな。これも貝ですね。来ましたよ。人工知能来てますよ、これ。スマートフォンの普及、自動運転技術の進歩、そして超これある事件、人類は本当に人工知能を制御できるのか。 AI 世代の青年の成長とともに人口のリアルを描くビジネスパーソン必読の未来予想型エンターテイメント、なんとこれです。そうですね、今日はもうこれに限りますね。これ野村克也、ありがとうを言えなくて、これいきます。どうもありがとうございました。